すまない、呼び止めてしまって。あんた見たところ兵士の侍じゃないだろ。頼みがあるんだ。俺は今兵士に追われてここまで逃げてきたんだ。途中五条のあたりで妹とはぐれてしまって、今頃どうなっているか。お願いだ、五条で妹を見かけたら助けてくれないか。ああ大丈夫だろうか。わかった、必ず助けよう。ありがたい、よろしく頼む。大丈夫か？お助けを。もしやお前が。待て、逃がさんぞ。ふん、娘、手間取らせてくれたな。うん、なんだこそ。俺は偽物じゃないぞ、おそにされ。断る。おう、この姿を見ても光るとは随分見せがいいな。この娘は俺が預かる。ならばこの平の正気盛利氏に立てつくとどうなるか思い知らせてくれよ。さあ、勝負はついた。おとなしく去れ。小僧、貴様は天鋼を使うのか。なるほど、貴様が源氏の…なんだ。やめときな。そう、クヨか。邪魔するな。今のお前が叶う相手じゃない。一旦引くな。清盛様がお呼びだよ。ちくしょう。忘れるな、この借りは必ず返すぞ。今のは一体。お兄ちゃん。チヨ、チヨ。本当にありがとうございました。すまない、俺たちみたいな見ず知らずの者のために何とお礼を言ったらよいのか。礼には及ばん。これからはお前がしっかり守ってやってくれ。